ラシャード・マキャンツはアメリカ合衆国ノースカロライナ州アッシュビル出身の元バスケットボール選手。ポジションはシューティングガード。ノースカロライナ州アッシュビルで生まれたマキャンツは同市内の高校に進学したが後にニューハンプシャー州に転校した。高校ではニューイングランド A リーグの MVP に選ばれ2002年のマクドナルド・オールアメリカンチームに後に大学で チームメイトとなる、レイモンド・フェルトン、ショーン・メイラと共に選出された。名門ノース・カロライナ大学進学後、2005年に NCWA トーナメントを制した。2005年の NBA ドラフトで、ミネソタ・ティンバー・ウルブズから全体14位で指名されて、NBA 入り。この年のドラフトでは、同じ大学から1巡目で4人が指名される快挙となった。 プロ入り後の最初の2年は、怪我に悩まされ、期待通りの活躍を見せることはできなかったが、2007から2008シーズンは主に、シックスマンとして起用され、短い時間の中で、2008年1月4日のデンバーナゲッツ戦では、キャリアハイとなる34得点、1月8日のマイアミヒート戦では8リバウンド、他にも同年に1月中は6アシストを5回、記録するなど、 爆発的な活躍を見せた。また、2008年12月には、ニューヨークニックス戦で7つの3ポイントシュートを決め、チームを勝利に導いている。2009年2月29日、カルビンブースと共に、シェルデン、ウィリアムス、ボビー・ブラウンとのトレードで、サクラメント・キングスに移籍した。ありがとうございます。